はい、ではもう一軒向こうに、家屋があるので見てみたいと思います。これですね。これを進んでいくんですけど、この丸太の橋を、よいしょ、でここに家屋があります。はい、もうほとんどすり抜きばっかりなんですけど、買い立てで上の方にもいくつか物が残ってますけど、ここから2階に上がれるようです。これワンコがいたんですかね。ここ犬小屋があります。そしてこの辺はもう冷蔵庫とかいろいろ家電製品がありますけど、まあこれというより冷蔵庫何個あるんだろう。はい、まあとりあえずこういう家屋ですね。もう2階はもう、おお、びっくりした、木の陰でした。ライトであそこ物影が見えたのでちょっとびっくりしてしまいました。毎回びっくりしてしまうんですけど、こういうので意外と臆病者なので、失礼しました。勉強机がここにあります。デスクですね。多分お子さんがここで、子供が勉強したんじゃないかと思うんですけど、しかし多いですね、本当家屋が。水はとても綺麗ですけど、ちょっと車に乗って下の方まで進んでいきます。はい、少し下ったところにまた遺構がありましたので、何かちょっと見てみたいと思います。一応出雲大社って書いてありますね。ここ一応神社みたいですね。なんかこの今見えるこの巨石が御神体なのかもしれません。一応出雲大社、出雲神社ですね。多分そんな感じの神社です。一応お参りだけしておきます。なのでちょっと一応進んでいきたいと思います、次に。はい、多分ここが最後だと思います。石槌山神社ですね、ここが。多分一番下まで、一番下というか、まあ一番下あたりまで下ってきました。石槌山神社ですね、ここ。上がっていきたいと思います。この苔むした階段を。奉納寄進って書いてありますね。平成4年10月って書いてありますので、割と最近といえば最近なんですけど、とりあえず上がっていきます。こっちは社務所的な場所ですかね。多分ここで祈願とされるんじゃないかな。これ予約した跡があります。一応これは拝殿になるのかな。あそこに石仏がありますけど、
の、時計は合ってますね、この中にある。失礼します。こちらですね。うわ、そう、ちょっと、もう床がちょっと抜けそうです。失礼します。で、上から見ると、こんな感じになってるんですけど、ご本殿がこっちなのかなと思う。多分、これで最後だと思うので、最後に参拝してから終わりたいと思います。はい、これで終了したいと思います。一応多分全部回ったんじゃないかなとは思うんですけど、もしかしたらポツポツ他にもいろんな過去があったのかもしれないんですけど、まあこの集落一応電波は届かないです、言っておきます。ということで終了したいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、最後に船地の大桂も映しておきたいと思います。向こうにあるんですけど、ちょっと行ってみます。すっごい場所です、ここ。多分なんとか渡れると思うんですけど、見たらわかるんですよ、これ。あ、やばいかも。これ。ちょっと。やばいかもしれない。折れそうな気がする。一応なんとかなりました。こういう場所なんですけど、で、ここですね、船地の大桂があるんです。これですね、かなり大きいんですけど、結構もう枯れてますね。一応これで終わりかなとは思うんですけど、にしてもこれはひどいですよね、この橋は。さすがにちょっと見たらわかると思うんですけど、これもうかなり朽ちてるんですよね。こことかもう穴開いてます。ということで終わりたいと思います。はい。